よし、さあ始めていきましょうか。龍が如くセブンね。そしてとうとう来ましたよ、さっちゃんね。ラスボスまでこのさっちゃんはスタメン入りなんで、じゃあね、今日も頑張っていきましょう。うん、はい。で、装備はね、俺さっちゃんにバック買っといたんだから、これテクニカルバックくっそ攻撃力上がるけど、よし。いやー、さっちゃんはねおしゃれになってほしいんだよね。あ、いいね、これ錆びた鎖肩ビラ、これにしましょう。めちゃくちゃおしゃれ。お、ほら、あ、もう違うもん。ほら見て、やる気が違うぞ他の二人とお前ら。いや、ちょっとねサッチャにね貢いであげたいわ、服買いたい。あと、さあヤクザ来ましたね。じゃあサッチャの力を見せてもらいましょうか。まあメガスイングで、ね、ここら辺をね一掃できれば俺だってしたいからね。はい、おい、はい、来たサッチャよ。じゃあ見せてもらいましょうか、その攻撃。はい、わお美脚すぎる早速ランクアップっていうね。もう髪型気にしちゃうから、さっちゃんも。アルバイト募集？知らんわ。お、ピンクのリボンはさっちゃんに買ってあげたいわ、これ。うん、買ってあげましょう。はい。1万2000円くそ。全然値段見てなかった。うわ、俺バカだわ。はい、いいよ、装備しとけ。うわ、くそ、さっちゃん。まあいいや、これで活躍してくれることを願ってるよ。なんだこいつら、できるね、新しい敵だなこいつ。おう、てめえ何してんだそこで。なんでサンドイッチマンやねお前。殴ってみようか普通に。おお、そこそこの防御力誇るね。あざといポーズを使って敵一体を誘う、確率で敵の攻撃力を下げる。おい、何すんだよお前。ちょっとこの、え、並び替えとかできないのこれ。あ、いいね、こんな感じで。そう、この二人はねもうラスボスまでずっと行くから。臆病そうな男。おれおれ、さっさと金出せや。しょうがねえやからだな、胸くそ悪い。助けてやるか。サブストーリー、バイトヒーロー .com。 なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。なんだもん、なんだもん、めんどくせえな。よし、行くぞ、町のチンピラメン。まずメガスイングだ。お手並み拝見といこう。さあ、来い。来い。くっそ、弱え。はい、サッチャンで止めさせても。はい。はい、はい、はい。ほら、ほら。関係ねえ。あ、4000円ももらった。またいい女になっちゃった。成長できるとはな。めちゃくちゃレベル上がるよ、サッチャン。やばいね。ありがとうございました。おう。さすがバイトヒーロー .com さん。頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え、違うんですか。お待たせしました、バイトヒーロー .com です。派手なマスクをつけた男。ん、うん、はは、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。うん、確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。あ、いや、この人は。お任せください、バイトヒーロー .com の名にかけてすぐにレスキューしてあげますからね。死ねーこのクソチッピラが。めちゃくちゃ言うやんこいつ、謎の男。バイトヒーロー .com の、お、カンフー使いだな。お、強いな、そこそこ。しょうがない難波さん、もうこいつはめましょう。じゃあ臭い気吐け。防御力を下げる。化粧直し、何ですかこれ。化粧を直すことによって気合い売れ、自分の守備力を上げる。化粧直して、わーお、守備力上がりましたよ、ね、一回もこれ成功しないからね、物これ。あ、次足立さんですか。じゃあ足立さんに発足スマイルお願いします。攻撃力上がった。よし、攻撃力の上がった状態のこの足立さんの新しい技を見せてやろう。貴様に、くれ、こっち来いよら。おお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 、車引け。もうさっちゃんのボクサーサイズブローで決めちゃいましょう。じゃあ、はい、お願い。コンビネーションクリアした。おらおらおら。あー、やっぱそんな攻撃力は高くないね。いいよ、バスタースマッシュで決めます。ボーン。ガードしても100超えるからね、本当に。先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました、私ヒロと申します。どれをヘルメット。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。あ、社長だった。ちなみに
この社名は私の名字ヒロウとヒーローがかかっていましてで、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す？困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ？実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時にそいつらを撃退してあげるというものです。美人町は異常に治安の悪いどん底の街ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの街にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。じゃ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか？バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか？はい、うちのサービス非常に好評いただいていて依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと？あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう、この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか？悪い話じゃなさそうだな。金にもなるみてえだし、少し手伝ってみるか。おう、どれだけやれるか。やりましょう。じゃあ、うん、登録だけはしてやるぜ、うん、おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。ねえ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。それでは、うん、町の平和を頼みますよ。あ、やりましょう。ねえ、おお、バイトヒーロー .com 小遣い稼ぎには最サブストーリー12エンド。よっしゃ、バイトヒーローに登録したわ。優勝用武器3種類取得する。あ、もう俺これはすでに人に30回話しかける。あ、もうめちゃくちゃ俺、いや、めちゃくちゃ手に入れてるけど上のなかなかそのね、新しい敵の情報とかを聞き出さなきゃ今いけないんだけど、話しかけるとね、なんかみんな逃げちゃうんだよな。こんばんは。君はアンマンと肉まんどっちが好きだ？肉まん。肉まんと中華まんなら？中華まん。そうか。じゃあ中華まんとリューマンなら？リューマン？聞いたことあるよね。横浜リューマン。うん。変なおじさんいる。ほら。ダメだな、やっぱり。話しかけるとみんな逃げてっちゃうから。おぉ。めっちゃ強そう。ん？横浜リューマンか？リューマンって読むんだよね、あれ。うん。ああ、間違いないだろう。なるべく遠くに離れておけ。なんで？なんでって女には危ねえだろ。ちょっと。女だからって舐めないでよ。ちょ、いちいち噛みつくんじゃねっつうの。リューマンのことを駆け回ってるって日本人ってのはお前らだな。何のことだ。俺たちはここに飯を食いに来ただけだ。ふざけるな。何を企んでるんだ。いや、なんかの勘違いだろ。俺たちには何のことだが。そうですよ。どこか美味しいお店を探してるだけでね。じゃあ続けてお店探そうかな。おい、
おい、さっさと行こうぜ。小芝居やめな、こいつらもうただじゃ済まさねえって顔だからな。おい、俺たちを嗅ぎ回る理由はなんだ、正直に吐け。ああ、俺は正直者だから教えてやる。俺らが働いてたソープランドの店長が殺されてな。その殺しにあんたらの幹部のバブチが関わってるみてえなんだ。バブチの居所を教えてくれ。うわ、ダイレクト。だろ、聞き込みの手間も省けて手っ取り早いもんな。またこれだ、もう勘弁しろよ。そういうことか、おい。めちゃくちゃ来るやん。ああ、だからこの反応を見る限り確実にバウチは黒だ。立派な情報が手に入ったな。やったね。やったねってのんきなこと言ってる場合かよ。うるさいわね。私はとっくに腹くくってんのよ。あんたも男でしょ。横浜リューマン来たね。さあ、幹部か。あ、やばいかもしれないな。鳩の襲撃で。誰かウィークポイントねえか。ウィークポイント誰もねえな。こいつ背中向いてるし、こいつ倒そうか。倒せるならね。で、メガスイングであいつは殺せると思う。ほい、よいしょ。おお、いけるか。よいしょ、オッケー、倒した。うおやべ、当たった。うわー、怖いな。なんだこの立ち方よ。サッちゃんのこの余裕な、倒しちゃうし、やっぱり。あ、倒そうこいつ。よっしゃ、はい、横浜リューマン倒した。今日倒した。難しいんだな、感じが。ほら、はいはいはい、どんどん倒すよ、もう。おい。殺すこいつ。はい、ナンバさん、とどめお願いします。はいはい、春日で終わらせよう。はいはい、よいしょ。さあ、ハケ。バブチの味はどこだ。いえ、どうした、ナンバさん、急にそんなアグレッシブになっちゃって。殺すなら殺せよ。何、俺たちリューマンに脅されて口を割るようなヤマな人間はいねえ。たとえ殺されようかな。ふざけやがって、やめとけ。え、おお、わお、ナンバーさん、マジで、うん、結局誰も口を割らなかったか。とんでもねえ結束力。組織の忠誠心はヤクザ以上。ああ、どん底の境遇の者同士の結束力ってのは半端じゃねえ。感心してる場合、どうやってバウチを探すのよ。表にもなかなか顔出さず、捕まえても口を割らずだとな。どっかに金に汚くてすぐ裏切るような気合の入ってね、リューマンがいりゃいいんだが、気合の入ってないリューマンが一人いる。あのカツアゲ野郎か。あいつか、ホームレスのとこ金奪ってたやつ。読めねえ。そうだ、やつもリューマン。俺らがホームレスしてた時、組織に内緒でみかじめ取ってたクソ野郎。そう、そいつだよ。あいつのせこさ天下一品、やつなら金でなびくかも。で、どこにいるの、その。だ、読めねえって。まあ、それが分かったら話は早いんだが。あ、そいつよ。うん。中華パブ入ってった。お、いた。あのスキンヘッド、間違いねえ。こんな簡単に見つけちまうんだ、やっぱ俺持ってんな。単なる偶然でしょ。たく、一日文句ばっか。今のが、うん。男は見た目じゃないわよ。私の嫁じゃ、少なくともあっちは小さいタイプね。お前、後ろ姿でそこまでわかんのかよ。まあね、どうしたの、慌てちゃってさ。そんなことよりさっさと安い話を聞きに行こうぜ。あいつは小さいのか、さっちゃん。入れるか ?4 人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介?紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様、もしくは、ホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょうか。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って札でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか。いないわよ。
でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？は？え？当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ、疑うっていうの？いえそういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる、早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいんだ。大丈夫だからやらせて。わかった、無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか？あいつを、サッちゃんを信じよう。あー、クソ、サッちゃんは、お唯一の唯一の、もう甲一点が外れたわ。製作所へ向かえ。この工場でなんと、あ、下の方か。この工場で俺の武器を強化できると。あ、これはね、行きましょうよ。あ、ここが工場か。はいはいはい。俺の武器を何やら強化してくれると。だから買う手間も省けるね。失礼しまーす。行ってた工場。誰もいねえのか？おーい、すんません。ん？女の子や。なんか様子か？かわいい。なんか様子か？うん。どん底からともに、はい。バットを直してくれるって聞いてきたんだけど。俺持ってるの電話だけどね。あ、ここの人？はい、サワスミレス。こう見えても一応ここの工場長なんですけど。工場長？こんな若い子が？え、若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうかもしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて、すごい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 。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か？ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工冥利につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速作業に入ります。よっしゃ、行くぜ。ここをこうして、よいしょ、よっしゃー、できた。すげえ気合だな。私元ヤンなんで何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういやガランとしてるな。経営あんまりうまくいってねえのか？あんまりっていうか全然。今のご時世
服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前ですから、修理工なんて入らないんすよ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で遊んで借金作って、その返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない、修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのかよく分からねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え、まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね、今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。ああもちろんだ、よろしく頼むぜスミレちゃん。出る。お、さっちゃんか。面接うまくいった。今から接客するから、あなたたちもすぐに来て大丈夫よ。最後の紹介だって言えば、いえい、入れるようにしておくから。オッケー。お、さっちゃん面接受かった。さすがだね、さっちゃん。できるよ。いやー、今日はね、美人な子が二人もね、味方になってくれて、こら嬉しいわな。あれちょっと、あれちょっと、電波の方が全然強いんだけど。すいませんね、すみれちゃん。電波使うわ。この電波を強化できないの？ちょっと、スミレちゃんにこの電波を渡してみよう。何の様子か？武器の強化生産。武器強化してくれ。うん、これしかないのか。生産。おぉ。あ、作れるんだ。釘バット。炎の角材とか。うわ、最高じゃん。バスタードソーダ。SNS でも評判の硬くて巨大なバーアイス。え、何？素材が俺足りないの？これ。サソリ。うわ、サソリが欲しいわ。なんだよ、サソリって。うわ、ダメだ。素材が足りねえや。何これ200万かかんの？いらねえよ、こんなもん。たまにまた話しましょうね。はい、わかりました。まあ、とりあえずね、今持ってる武器でも全然戦えるので、まだ大丈夫かな。うん。さっちゃんの面接もね、受かったということで、私はね、もう今日この辺で終わりにしようかな。うん。はい、じゃあどうも。ご視聴ありがとうございました。お疲れです。